皆さんこんにちは。これからミブリという、きっと皆さん初めてご覧になる方がほとんどだとは思いますけれども、これからまか不思議な楽器を紹介したいと思います。それでは、2人が一緒に今日演奏してくれるんですけれども、まず、靴の中にセンサーを履いてます。はい、つま先の方鳴らしてみてください。はい、今度かかとの方、はい、それではどうでしょう。もう一回つま先の方、あ、鳴りましたね。はい、もう一回どう、はい、ではかかとの方どうぞ。はい、こんな風に、センサーが、靴の中に入っていて、足を踏むことによって音が鳴るようになっています。ではちょっと、今の音を使ってステップを踏むとどういう風になるかやってみてください。おお、かっこいいですね。はい、では次、の方はどうでしょうか。それでは、私の方は、はい、上の方に、センサーを着ているんですけれども、はい、こうですね。手を振ると音が鳴るようになってます。じゃあ3人で、一緒に演奏したいと思います。1、2、3、はい。運動の方得意だと聞いてますけれども、今日はね、ちょっとこうずっと走ってるような感じでね、いかがでしたか？演奏してみて。ちょっと疲れたけど楽しかったです。はい、ありがとうございます。じゃあ次の方は、ピアノとかね、笛とか、目に見えながらこう演奏するのとは違って、今日は初めてね、こうやって体を動かして音を出すというのを演奏してみてどうでしたか？初めて見たことも聞いたことも触ったこともない楽器を初めて使って楽しかったです。はい、そうですね、2人ともとても上手に演奏してくれました。皆さんもう一度盛大な拍手をお願いします。